はい、今回ですけど、リーク情報がね、つむつむのリーク情報が来まして、まあ、ちょっとね紹介していきたいなと思っております。で、6月の、ね、第3弾の新つむとして、まあ、ちょっとシルエットが、情報として来ました。で、このシルエットは何でしょうかというところで、まあ、ずっとねアラジンのねつむが来ると言われていて、で、まあ、このシルエットを見るとね、もうジャスミンしかないかなと、ね、右側のさ、この毛が束ねてある感じのね、ジャスミンやんでさ、このベールみたいなもついてるからさ、もうジャスミン確定かなというところなんですけど、はいはい、すごい楽しみですね。まだねスキルとしてはね、まだ分かっていないんですけれども、消去系はまず外してほしいかなというところ、第2弾でね消去系が2つ来たんで、もうこれで消去系が来たらね、もうちょっと手を抜きすぎなんじゃないみたいな、ちょっと俺は思ってしまうんですけど、はい、そこが来ないように、私は期待してて、ですね、あとはトイカンパニーのね、の方でアラジンのねイベントとね新トイが来まして、でその中でジャスミンがめちゃめちゃ強いんですよ。でスキルレベル1でまさかのノーアイテムで2000コイン超えてしまうというね、つわもので、しかも爽快感があってスコアもコインも稼げるというところで、まあ、ツムツムの方でもそれをねちょっと再現していただけたらないいかなと思っております。なので、まあ、ちょっと消去系以外でも爽快感があって、しかもスコアもコインも稼げてしまうというね、ツムを、私は期待しております。皆さんも期待しているでしょう。はいで曲付きがいいよね、どうせだったらね。これだけアラジンを押しているので、はい、このツムはだいぶ期待できるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、期間限定でさらに曲付きがいいんですけれども、まあ、ちょっとねその辺の情報はまだ来てないんですけれども、はい、楽しみにしていましょう。で、ピックアップガチャがね昨日来ているんですけれども、6月13日までね確か、ピックアップガチャがありまして、まあ、その後にねすぐ来るんじゃないかなというところで、6月13日のね11時からおそらく来るんじゃないかなと思います。なので、まあ、それまでにはスキルとかね見た目とかねその辺もね情報が入ってくるんじゃないかなと思います。はい、でちなみにねジャスミンのね実写版のね見た目はこんな感じになっております。はい、かわいい普通にかわいいっていうね、はいはい。でこのね緑エメラルドの色かがね、あのトイカンパニーのこの衣装ですごい象徴されておりまして、きっとツムツムの方でもねこの色を象徴した感じでね、来るんじゃないかなと思っております。はい、でまあ一応ねリーク情報としては以上なんですけれども、まあこれで終わってしまうのもなんなんで、ちょっとね今回はですね、まあ、ジャスミンの普通のジャスミンをね使ってみたをねそのままプレイとしてね流していきたいなと思っております。ちなみにジャスミンはこの普通のジャスミンとブライドジャスミンがいまして、ちょっとブライドジャスミンは自分持ってないので今回はジャスミンのプレイになるんですけれども、まあ、きっとねブライドジャスミンの方も、まあ、セレクトボックスでね最後、来るんじゃないかなと私は予想しております。でまあ今回ね3種類目のジャスミンというところになっております。はい、ではねこのままね引き続きプレイ動画を、お楽しみください。のねスキルマーですね、使っていきましょう。コインと54は使わさせていただきます。一応ね4000コインぐらいはね稼げると思うんですけど、なんかね初期の頃に比べて多分ね弱体化してると思うんですよね。消去数が減っている気がして、はい、ちょっとどうなんかな、みんな意見も聞きたいんだけど、そうもっとね消去数多かったはずなんだけど、まあ、ただねあのスキル発動のね必要積む数が低いので、まあまあスキル連はねしやすいかなというところなんですけれども、3000いくかな3000じゃない4000よ。やっぱ消去数ね、そう30以上出たはずなんだけど全然いかないんですよね。なんでだろう、弱体化する
要素ありました。そこまでぶっ壊れっていうほどのさ、あの能力値はないと思うんだけど、よし、いやまあギリ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 かな、ギリギリ4000いかないペースギリギリ4000いかないペースってやめてや。よし、いやーキビかこれはちょっと、OK、タイムボムでけー、タイムボムがでかすぎる。いやー出なかったタイムボムお、30消去はいったな。よしよし、とりあえず3000はいった。いや、こっから4000行きたいけど、いやーまあまあまあタイムボムは出たけど、いやきびいな。あと1回あのフィーバー行ってくれれば、よしこれでフィーバー行かせて、オッケーギリギリいったよっしゃ、ノルマ達成した、ギリギリ危ねえはいはい、まあこんな感じなんですけどね、なんかねもっとね前はね強かったと思うんですけど、はいはい、昔はねめちゃめちゃ使ったんですよ。これでね地道にコイン稼いでいて、まあ今じゃね使うなんてことはほぼ考えられないんですけどね。まあ6月ね第3弾のね新ツムジャスミンをね、とても期待しているので、まあ、そちらで、ね、コイン稼ぎスコア出しがね出せるようなね積むであることを祈りつつ、皆さん情報を待ちましょう。ではね、よろしければチャンネル登録高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。本当にそれをねちょっと見せていけたらないいかなと思うんですけど、でねもうベイマックス超えてる、ほんまにベイマックス超えちゃってるよこれ。これ見てほら、この量この量増えるんだよ、この量見た今、あの量増えるんだよあの量増えるんすよやばくないっすかでフィーバー中がやっぱ増えるね、使ってて思うけど、でも余裕で1000コインも超えるし、スキレベ1でもで誰でも使える、これ誰でも使いやすい。ほらスキルでも結構するでしょ。ほらこんな感じで、ほら残り30秒なのに800コインなの強すぎ強すぎ。いやなんか俺前にガチャ使ったのがさ、ガチャにコイン50万あ40万使ったんだけど、もったいなかったな。いや強すぎでしょこれ見て、ほらもう1000もう1000いってる、ほらほらスキル連もするでしょ結構早く。これほんまにね何も待たずにねスキル連することもあって、いや強すぎでしょこれやば強いよ。いや強すぎでしょ、いやあこれあれやわ、これそうこんな感じになっちゃう。いやでもスキレベ1で1400コインで、うわー強え強え爽快感あるでしょ。でこれ多分ねフルアイテム使うとですね、さらにめちゃめちゃ強いのが分かると思うんですけど、まあそちらの動画もねまた撮っていこうと思います。